皆さんこんにちは、リードの前田です。今日はレシーブのステップ、スプリットステップについてやっていきます。なぜスプリットステップを踏むかというと、スプリットステップを踏まずに相手が打つ瞬間じーっと構えていると、とっさに来た強打に対して一歩目の足が出にくいです。なのでステップを踏んで一歩目の動き出しを速くしましょう。では実際にステップのやり方について解説していきます。ステップは実際に相手の打つ瞬間にステップを入れましょう。例えばステップが速いとこのように足が出ません。これもさっき言ったじっと構えているのと一緒になります。で、次にステップを遅くやってしまうと前のボールに対して手が出ません。すべての動作が遅れてしまうので、実際に相手が打つ瞬間にステップを踏むように意識しましょう。相手が打つ瞬間にステップ、相手が打つ瞬間に1、このように相手が打つ瞬間にステップを踏んであげることで動き出しの1歩目、体の持ってき方が速くなるので、打つ瞬間にステップを入れることを意識しましょう。はい、それではステップの注意する点を解説します。まずステップを踏むのは小さく、目線を変えないようにステップを踏みましょう。これがステップが大きくなってしまうと目線の上下が生じます。また上体が起きてしまうので前に来たボールに対して手が出ません。なので目線を保ったまま小さくステップを踏みましょう。では実際にやってみます。ちっちゃくステップは小さく、大きくなってはダメです。大きくならない。大きくなると今みたいに前の球に対して手が出ないので、小さくステップを踏む。もう一つはステップを小さくその場で踏むように意識しましょう。小さくその場でステップ、小さくその場でステップ、これを意識しましょう。これが前に大きくステップを踏んでしまうと位置が変わってしまうので、小さくステップをその場で踏むっていうことを意識してやりましょう。はい、小さくその場で、小さくその場でステップ、これが大きく前に出ると位置取りが変わってしまいます。で、タイミングをずれてしまうのでこんなことになります。なので小さくその場でステップを踏みましょう。小さくその場でステップ、目線を変えずに小さくその場でステップ。はい、今までやってきたステップがスプリットステップと言います。このステップは、タイミングが取りづらいかもしれないですが、まあ、意識するとする点としては、相手は打つ瞬間にステップを踏むということと、あとは、小さくその場でステップ、小さくその場でステップっていうのを意識しながらやっていきましょう。では皆さん頑張ってください。